はい、どうも矢田です。マサです。今回は2021年上半期ゲットして良かったものベスト5をお送りします。最後までご覧ください。はい、改めまして矢田です。マサです。増田さんね、早いもので今年も半分が過ぎましたけれども、半分過ぎた気しないんですけどねもう7月ですよ。まあそんなこともあんで、まあ、今回は上半期お互いがゲットしてよかったものベスト5という感じでお送りしたいんですけども、はいはい、じゃあさ、どっちが先に行くか、じゃんけんしますか。最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ増田から最初のパー何だったんですかじゃんけんした意味がないですけどじゃあ行きますね。増田の第5位、はい、ファルコンアイズさんのF7 ホールド、はい、あのもうつい先日あの Amazon プライムで、うん、あの2割引きになってるのを買っちゃいました。私がだいぶ前に企業案件で紹介したやつですけどねいやあれからずっと欲しかったり、うん、まあ、あとは何、知り合いのビューティーのカメラマンさんがやっぱり普通にこの F7 使ってたりとか、うん、あと最近自分はあのキャンプ系 YouTuber さんとか見てるんですけど、うん、その人もやっぱり何ていうんですか、あの補助工で置いてたりするの見て、うんうん、もう汎用性高いなと思って。そうなんですよね、うん、私もまあ結構これ使ってるんですけど、はい、実はこれサムネイル撮るときよく使ってるんですよ。ほう。でなぜかというと、はい、これまあスタンドね、立てられるネジ穴もついてるんですけど、このままで自立してくれたりするんで、こう置くこともできれば、はい、こう置くこともできたりするんで、はい、で私はよくね、逆光で斜め上からカメラを照らして、はい、あの輪郭だけ撮るっていう時にこういうのを使ったりとかするんですよね。なんかそういうところではすごくいいし、あと独立してるんで、はい、各々充電できたり調整できたりするんですよね、はい、で RGB でもあるので LED も使えるし、こっちだけ RGB にするっていう、わざと色を混ぜたりもできるし、あとはプログラミングされているものもあったりするんで、私生配信の時背景で実はこれ使ってるんですけど、はい、あの色をね周期的に変えるってこともできたりするんで、使い勝手が、あなたの紹介なのに俺が説明するんだけど、助かりますあとケースがついてて、そのケース結構かっこいいので、うん、それも良かったです、うん、でまあこれがとねケースなんですけど、かっこいいですよね、はい、でここカルビナ、これも付属してるんですけれど、はい、自分どうやって使ってるかっていうと、はい、この中にあのバッテリー、はい、リチウムバッテリーを入れて、ここから2本給電しながら使ったりとかしてます。その使い方を真似させていただきます。じゃあ矢沢の第5位でございますけども、はい、これ実は生配信でちょっともう触れてるんですけれど、はい、これです。これ欲しくて矢沢さんの生配信の動画見返したりして、あのこれの URL をめっちゃ探したんですよ。まあ何か説明しなきゃいけないんですけどこれあのレンズフィルターね、はい、ありますけれども、はめたり外したり、うん、めんどくさいんですけれど、はい、これはもう跳ね上げるだけでいいんですよね。使う時だけこう下ろして、うん、使わない時は上げておくっていうことができる、うんね、いいですね、はい、あと矢田さんのその生配信中に言ってた、ちょっと角度をつけて光の加減を変えるっていうのを、うん、そうなんです。だからまあブラックミストとか、はい、あとあのクロスフィルターなんかは、はい、まあ、もちろんきちんとはめて使うのは正しいんですけど、はい、ちょっと角度をつけてあげるだけで効果が変わってきたりするんですよね、はい、もちろんあの画角の中にこれ蹴られないようにしなきゃいけないんですけれど、はい、それでも全然効果がほんのわずか数ミリ変えただけでも結構光の屈折具合が変わってくるんで、こういうのはね、そういう演出もできたりするので、はい、あと気をつけなきゃいけないのはレンズ系があるので、はい、あの自分ご自身のレンズ系に合ったものを買ってください。おすすめでございます。増田の第4位です。はい、よいしょ、シンクタンクのこのちょっとちっちゃいキャリーケース、うん、です、はい。いや、これ買うまでちょっとバカにしてたんですよね。この大きさのキャリーケースだったら普通にバッグに入れればいいじゃん。ね、けどこれ買ったらもう目から鱗、うん、めちゃくちゃ便利ですね、うん、機動性も高いですし、あと静か、うん、静かですし、あのこの量なんでちょっと段差もひょいって持ち上げるのも楽ですし、ちょっとしたものを入れて持ち歩くのにもこのキャリーだったらすごく便利、うん、なんでもう矢沢さん家来るとき結構の頻度でこれできてますね、うん、最近よく見ますよしっていうぐらい汎用性が高い、うん、ひたすらに。あとパソコンも16インチ、パソコン入れるとこには入んないんですけど、その外側には入るのでちゃんと入れれますし、この分厚さがあるんでフラッグシップお持ちの方とか望遠お持ちの方でもしっかり入ることができるっていうのがいいですね。
あのカメラが不安な方はストロボを入れるのに使ったりとかしてもいいかもしれないです、うん。まあ、シンクタンクいいとこたくさんあるんですが、やっぱなんといっても静かだっていうですね、びっくりしました、うん。まあ、トラベルバッグもそうなんですけど、キャリー系ってやっぱり静かかうるさいかで高いか安いかが明確に分かれるところがあるし、特にカメラなんかやっぱりガラガラうるさいとそれだけ振動もね、機材にダメージ与えていることになるので、やっぱ妥協したくないなっていうところでシンクタンクかなって思いますね。はい、矢沢の第4位でございますけども、これはね生配信で言ってるんですけど、マウスでございます、はいはい。これロジクールのマウスなんですけど、ワイヤレスでやってるんですけど、この MX マスター3っていうやつで、今までのこの2の方を使ってたんですけれど、3が出て上級グレードになるのかな。マウスとしては安くはないんですけれど、でも一回使ってしまうと元に戻れなくなるぐらい、このショートカットキーであるとかスクロールさせるものとかって、ここでみんなね、割り当てられたりするんですよ。でさらにこれが素晴らしいのは、この1個のマウスでパソコン3台を制御できるんですよね。それ、まあ、これもそうなんですけど、これがもうそれが元でこれ買ったんですけれど、はい、まあ、私ノートパソコンとデスクトップパソコンで2台併用してるんですけれど、はい、まあ、それを1台でやりくりできるっていうメリットと、あとは簡単なものっていうかな、軽いファイルだったらあのコピペできちゃうんですよ、はい。で A のパソコンから B のパソコンにもうこのマウス1台経由して、右クリックでコピーして、まるで1台のパソコンを扱ってるかのようにこっちからこっちに持ってくれるっていう、それすごい画期的ですね、うん。あまり重たいのは無理ですよ、はい。でも JPEG の画像とか、はい、もうテキストファイルなんか完全これだけで、だから USB の、ね、メモリー経由するとか、はい、ドロップボックスに上げるとか、そんな面倒くさいことしなくていいっていう、はい、すごくいい。でただし、あの同じ回線につながってる必要はある。じゃあマスターの第3位です、はい。あのコンパクトデジカメの GR3 ですなかなか俺が紹介させなかった GR3 一応現行品といいますか、うん、なんですけどね。でマスターが珍しく新品で買ったカメラです。お、珍しい、はい。いや、あの買った理由としては、あの今年の最初の方に矢沢さんと結構あの Z の作例撮るのに東京回ったじゃないですか、うん、その時にやっぱりあの手持ち無沙汰だった、うん、けど機材とか持ってなきゃいけない、うん、で片手は埋まってる、じゃあ片手で撮れるカメラ欲しいなっていうところで買っちゃいました、うん。でやっぱりこれいいのは見た目コンデジですけど、はい、センサーが APS-C って言って結構ガチなセンサーじゃないですか。大きいですね、はいはい。なんでコンデジで撮ってるのにうまく撮れるっていう感覚を楽しめるかなっていう面ですごくいいなと思います。で今って結構なんていうんですか、どのコンデジとかミラーレスも動画に寄ってきてるじゃないですか。そうですね、これはもう振り切ってて、もうスチールのためのような。動画撮れないの？一応動画は撮れるんですけど、うん、マイク端子もなければ 4K は撮れないですしあのもうスチールを撮ってくださいっていうカメラですね。これズームなんですか？ズームじゃないんです、これ単焦点で28だけです。あ、ただクロップができるので、うん、自分35で使うことが多いですね、うん。それでもやっぱりあのマイクロフォーサーズぐらいのセンサー配線にはなるので、うん、十分綺麗に撮れたり、うん。はい、じゃあ矢沢の第3位ですけれども、これもあの紹介動画上げてるんですけど、はい、デスビューさんから出ているこのねモニターでございます。あれ、それ企業案件じゃないですか？はい、そうですけどそうですよ。いいんですか？いや、私あの今年買ってよかったものなんか一言も言ってませんけどどういうことですか？いや、ゲットしてよかったものって言って、ね、あの買ってよかったものなんて一言も言ってでもまあちゃんとね、あのいいものを紹介してるんで、はい、ランキング入れるぐらいいいんですよ、はい。で何がいいのかっていうと、まあ、これタッチパネルって全部操作できるんですよね。で私普段動画撮るときジンバルに乗せて、α の、ね、7S3 とか FX3 使うことが多いんですけど、まあ、バリアングルになって非常に見やすくはなってるんですが、まあ背面液晶の大きさはそれ以上大きくはできないじゃないですか、はい。でやっぱり撮ってる中で、まあ、映り込み微妙なね、あの画角の微妙なところで何か映り込んでしまっていたりっていうことが過去に何度かあったりとか、はい、あとピントの山が見づらかったりとかするっていう場合があったんですけど、まあ、これをまあ HDMI でつないでるんですが、大きくなったことによって非常にまあそこら辺の確認作業が楽になったっていうところと、あと色が非常に綺麗、はい、ちょっとびっくりするぐらいで、まあ、今もうソニーのモニターが全然使えるところがなくなってきてるというですね。今 ほぼ現場はこれですね、はい。マスターの第2位です。ちょっと現品はここに持ってこれなかったんですけど、はい、映像さんのカラーエッジ CS
2731っていうモニターを買いました。はい、今写真出しましたけど、はいはい、こちらです、はい、ちょっとさすがに大きいんでやばすぎて持ってくることができず、とうとう増田がカラーエッジデビューというか、はい、今まではちょっと違ったメーカーさんのモニター使ってたんですけど、はい、ちょっと壊れたので、うん、機械にこのカラーエッジを導入しました、うん、それはあれですか、つなぐのは HDMI なんですか。あ、それが USB-C なんですよ。あ、今時 C なんだ、はい、で USB-C なんで給電もできるんですよね、ノートパソコンとかに。それはあれ、映像も送りながら給電もできるって、はいはい、なんでコードが2本です。その、うん、AC コードからモニター、はい、でモニターから USB-C でノートパソコンっていう、うん、2本で済んじゃうんで、うんうん、ロケ先とかでも使う人がいたりとか、うん、ノートパソコンの、ね、ケーブルいらないのでかいですね。はい、はい、じゃあ矢田の第2位でございますけども、まあ、だいぶ前からね、はい、実は価格の中に入ってるんですけども、はい、このマイクでございます、はい、このマイクめちゃくちゃいいですね、はい、これも案件なんですけどちょっと今です、ホリーランドさんの、ラーク150っていうね、これがケースなんですけれども、これね、非常に今もう私毎回これ使ってるんですけど、収録も生配信も全部これにしてるんですけれども、はい、まあ、正直なところマイクって過去にいろいろ紹介してるんですけど、はい、当たり外れが結構あって、はい、で特にワイヤレスに関して言うとノイズ問題とか、あと音が細くなってしまう問題とかっていうのもいろいろあったんですが、これはまあその中では全然音の劣化っていうのは非常に少ない。あと我々的に一番大きいのは2人で使えるっていう、はい、あとこのケースが実はすごく優れもので、はい、これまあ充電器も兼ねてるんですけど、はい、こう中に入れて、ここに USB-C があるんですけど、そのまま充電器にもなるし、でこれ自体にも蓄電されてるんですよね、はい、なので出先で1回ぐらいだったらこれ入れて充電しておけばそのまま使えたりとかします、はい、じゃあ栄えある第1位は、はい、マスダはなんとソニーのレンズです。1224F4G ですね。 G の方ですね、はい、はい、F4 投資のやつです。今去年ちょうど GM の 2.8 投資が出たんですけど、うん、いやおかげで安くなってました。12っていうところがやっぱりミソですかね。はい、自分も仕事で迫られて買ったレンズなんですね、うん、やっぱ広角、より広角なレンズがソニーで必要で、はい、うん、で買ってみたんですけど、もう大活躍ですね、うん、動画スチール両方に使えますし、うん、やっぱクライアントさんに見せた時に、うん、僕たちじゃ撮れない絵ですねって言われる絵になる、うん、やっぱ広いん で、うん、であと自分がライブ撮影で撮ってても、はい、今までだったら小さいライブハウスで、前で撮ると14だとギリギリ右端の人のギターのヘッドが切れてるんで全身入れれないってなってたのが、うん、これだったらもうガバッと全部入っちゃう。もう値段的にGM の方は40万ぐらいするじゃないですか、うん、そうですねポイントとかつけても36、8とかぐらいするんですけど、これ中古で備品で14万でした、うん、それあれですか、はい、レンズデメキンです。デメキンだけどやっぱりあれだね、 GM ほど、はい、出てないっていうか、レンズの口径自体が小さいから、はい、自分はやっぱりソニーはどっちかっていうと小型メインで使ってるので、うん、これぐらいなんていうんですか、おしとやかな方がいいかなっていうのがあって、うん、じゃあ矢沢の第1位でございますけれども、待ってました。上位がほぼ案件でございますほぼというか上位3人全員案件という、はい、全部案件で、まあ、これスタンドは別ですよ、はい、頭のとこだけですけれども、はい、これはアプチャーさんから出ているアマラ 200X というやつなんですけど、実はこれもうレビュー動画作ってるんですが、はい、アップしようと思ったら今在庫がないんでちょっと待ってくださいって言われて、今半分オクラになってるんですけど、それをここで紹介してしまうんですが、はい、まあ、それぐらい売れているという証明でもあるんですけど ね、まあ、割と最近こういうなんていうモノブロックストロボタイプというか縦型の LED をよく見るようになってきていて、それがどういう違いがあるのかなっていう名前から気にはなっていながらも、じゃあ自分で買うまで至っていなかったんですけど、そんな時にまあちょっとレビューの依頼があったんで取り寄せたんですが、まあ素晴らしいですね。これは何が素晴らしいかというと、やっぱ 200W あるので、まあ光量的にすごく明るいんですよね。もう最初電源入れた時なんて私ちょっと後ずさりするぐらい眩しいぐらいの感じだったんで、まあそれぐらい光量がある。まあこの下の 100W ものやつもあるんですけれど、 200W あると相当眩しいぐらいに光量があるのと、あと光の質がすごくいい。こ
光量が少ないライトになってくると今度複数多灯にしなきゃいけなくなってくるんだけれど、そうすると影がね何重にもなって背景がうるさくなっちゃうんですけど、はい、一灯だとそういうこともないですよね。素晴らしいですね、うん、あとついでにね、はい、あのこういうバンクというか、はい、買ったんですよ。これおお、ちょうちん、ちょうちん、まあ、ランタン型っていうんですけれど、はい、これも買ったんですけど、これは買ったんですよ、はい、これは自腹で買ったんですけど、はい、これはあのボーネスマウントって言ってね、はい、すごく汎用性がある。他のメーカーさんでも結構採用、中国製に多いんですけれど、はい、これだとねいろいろ付けられるんですね、はい、しかもこれアンブレラホルダーもあるんで、はい、これで傘もさせたりするんで、光量があるんでディフューズさすこともできるんですよね。できますね。それがすごくいいなと思います、うん、このまま直で天板にもしても全然光もあるんで、はい、まあ、これでどうしても動画ってイメージがあるかもしれないんですけど、スチールにも全然使えますね、はい、ストロボだとやっぱりちょっと慣れが必要になってくるんですけど、うん、これだったら見たままで撮れますもんね。そうなんです。だから影の出方とか露出感も全部測った上で撮れたりするので、まあ、初心者の方の方がおすすめかもしれないですね。はい、はい、まあ、そんな感じでねご紹介してまいりましたけど、はい、ちょっと中に入れてない番外編なんですけど、はい、もう一ついいですか。私、はい、もちろんです、はい、これなんですけどね、はい、プロンプターでございます、はい、これもレビュー動画上げておりまして、またこれも案件なんですけど、ね、まあこれはねあの使う人が多分限られるかなと思ってランクの中に入れてないんですけれど、はい、私的にはこれもほぼ毎回収録で使っているものなの ですごく効率が上がったんですよ、はい、でプロンプターって何ぞやっていう話からなんですけど、はい、まあ、ここにあの文字がカメラのね、はい、あの先端にレンズのところにカチャンとはめ込んでここに文字が出てカメラ目線で、原稿が読めるという、うん、やっぱ私 YouTube で喋るときにカメラ目線というのは非常に意識していて、それによって説得力ってまるで変わってくるなって思うんですけど、意外とねカメラ見ながら喋るって難しいんですよね。で最初の頃っていうのはもうなんか構成だけ考えてカメラ目線である程度アドリブで喋ったんですけど、まあ喋れない鬼のように噛むし、あとカメラ系って1文字違うと大違いじゃないですか、はい、せっかく撮って編集したらまた間違ってて撮り直しなんてことが、まあ、初期の頃あったんですよ、はい、で去年の自粛あたりからあの原稿に完全原稿化するようにして、はい、急がば稀にしたんですけど、すごく効率上がりましたね、はいはい、まあ、そんな感じでこれもおすすめです。必要な方にとってはおすすめかなっていう感じ ですね。自分はあのこうやって振り返ってみて意外と買ってたなっていうちょっとショックというか、うん、あなたこまごまとしたものしょっちゅう買ってるよね、なんかね、はい、うん、必要だから買ってるんですよ。分かります。今のトップ5なんかまさに全部仕事で使えてますし、うん、コンデジはそうかな。コンデジは趣味ですねコンデジだけ趣味です、うん、あのだから人生初の趣味ものです。あ、そうなんですか、はい、まあ、そんな感じでございましたけれども、はい、我々はツイッター、インスタもやっておりまして、まあ、そちらの方ではリアルタイムで買ったものの報告であるとか、はい、カメラ、写真に関するいろんな情報なんかも流しておりますので、そちらの方も合わせてフォローしていただけると大変嬉しいのと、あとチャンネル登録、まだの方、この機会に登録していただけると、なおさら嬉しいです。はい、そんな感じでしょうか。以上、矢田でした。